たいですね。右が右の方がやっぱり痛い。左もまあ今まあ痛くないですね。こんにちは。こんにちは。はい、お久しぶりです。久しぶりです。今回どうですか今は。ああ、やっぱり前回かなり、はい、やった後はやっぱ楽で、うん、でやっぱりいい調子なんですけど、まあまあやっぱり腰はね、最近天気もちょっとね、なんか上がったり下がったりじゃないですか。寒くなったりしてますもんね。難しいですよね。だからちょっとやっぱりこの腰がピキッとくることも多いのと、あとはやっぱりここね、前回してくれたお腹周りも一応自分でもマッサージしてるんですけど、やっぱり張る方が多いかなっていう、うん、なかなかね、なんかこう先生のところに来ると、もちろん技術もそうなんですけど、いろいろとこう気持ちのケアもね、いろいろとアドバイスしてもらったりとか聞いてもらったりするんで、すごくやっぱ心身ともになんかこうすっきりとなるんで、本当に良かったです。もう1年かってて、本当に、ね、バリエーションの一環として、うん、今回は静かにやっていきますので、はい、どうぞご覧くださいませ、はい、いつもはこういう会話しちゃうんですけどね、もう今日は、ね、今回はこの部分と冒頭と最後だけのお話、まあ、雑談は、はい、ということで、そうですね、術中は、まあ、あまりそうリアクションはありますけれどもってぐらいで、はい、はい、やっていきますね、はい、はい、やっぱお体がちょっと右の方に、はい、なんか無理な感じで、そうですね、あ、痛い、ここですか、ね、痛い ではそこまで痛いとこないですか。そうですね。まあまあまあ痛い、そう、あ、痛い。あ、そうですね。あのピンポイントくると痛いですね。あ、痛い。やっぱ右の方が痛いですかね。はい。はい。じゃあ右ですね。いいですね。痛いですかね。はい。
痛くないですね。不思議、毎回不思議だな。やっぱり痛くないですね。痛くないですね。痛くないっすね。はい、すごい。どうでしょうか。同じようにやってますけれど。あ、なんか左の方は逆に今右がなくなっていやいや左が。わかりました。ありがとうございます。